横島沢原のエスカベーシュエスカベーシュあるいは、エスカベーチェとは、魚肉などの唐揚げを漬けにした料理。マリネの一種で、主に地中海沿岸の国々で供される。揚げた魚や茹でた魚を具材にするほか、マグロ、カツオ、イワシなどの缶詰、または瓶詰で保存された魚を用いて作ることもある。スペインには、鶏肉、ウサギ肉、豚肉を用いたエスカベーシュもある。 新世界では、魚や肉よりも、キャッサバや料理用、バナナ、鶏の砂肝、ハラペーニュなどを具材にすることが多い。マリネ液の酸としては酢を使うことが多いが、柑橘類の果汁を用いることもある。マリネした後には、通常一晩以上冷蔵庫で冷やされる。スペイン、ポルトガル、中央アメリカ、南アメリカでは、一般的な料理で、スペインのカタルーニャ州。 南フランスのプロバンス地方、フィリピンでも人気がある。この料理の影響はアジアや太平洋でも見られる。エスカベーシュという言葉はペルシア語が起源でムーア人による遠征の際にスペインに伝えられた。この言葉は甘酸っぱいソースを使って作る肉料理の名前あるシーイクバッチに由来する。ジャマイカではエスコービッチ、またはエスコービッチという伝統的な朝食になっており、 玉ねぎ、早通り、人参、スコッチボンネットを用いたソースに一晩漬けて作られる。また、イタリアでは、エスコップチを、スキープス、セイブロー、ギリシアではセイブロー、北アフリカでは、スキャベチと呼ばれる。なお、ブラジルには鶏、玉ねぎ、スパイスから作るエスカベーシュと呼ばれるスープがあるが、別の料理である。ありがとうございます。